今日は、かぐや姫です。はい、種取り物語です。自家採取のお話をしたいと思います。はい、これクイズです。はい、この種は何の種でしょう。これが種の中身です。これが種の中身です。これです。種だけ見てもさあ何の種でしょう。答えは一番最後であります。それでは本編どうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。雑草がすごいよ。はい、竹を切ったら、はい、女の子が生まれて月に帰っていく、かぐや姫。かぐや姫。竹取り物語。はい、今日は種取りのお話です。種取りです。種取り。うん、種をね、自家採取って話。ほいほいほい。うん、まあ、あの自分で種をね、取りましょうということで。うん、ここほら、この菜の花は在来種やからね、種そんなに売ってないから。そうだね。うん、自分で何年か種取ってるよね。そうだね。うん、まあこれアブラナ科やからほんまは、うん、雑草とかにアブラナ科も結構あるから交雑する可能性があるんで、うん、あんまりよろしくないんやけどね。うん、まあでも今のところなんとか大丈夫っぽい、まあね、うん、種取ってますけどね。うん、うん、で、まあ種取りね、家庭菜園でも野菜ね、こうやって花咲いてるね。花咲いて、はい、これがやっぱりそのうち種になるわけですよ。そうだね。で、種になったら自分で取って、それで自分で選抜して、うん、で、自分の品種を作るっていうのはありかもしれないね。面白いね。うん、まあそういうのは家庭菜園での楽しみでいいかなと思います。うん、まあプロとしてやる場合はね、もうそんなことしてる場合じゃないんで。そうだよね。飛行機前か、そのまま続行します。うん、買った方が安いとか、うん、手間がかからない。確かに、そうそうそう、うん、手間を考えるとそういうのもあるね。あんまりプロの人はまあそれは取るもんもあるんやけど、うん、まあ、種取り難しいしな。そうだよね。うん、あんまりやらないというか、やる場合はかなり腕がいると。うん、でまあだから家庭菜園でね、種取りをするのは楽しいかなと思うんで、うん、今日はちょっと動画にしてみました。はい、で種取りでね、注意する点としては、うん、まあ、これよく言われてるやつだよね。 F1 品種と固定種というのがあって、うんうん、F1 品種を種取るとあんまり良くないね。 F1、 うん、あ、車ちゃうで、うん、要は優性遺伝っていうかな、うん、親と親のいいところを交配して、うん、F1 っていう形で一つ1代目、はい、で2代目はそれの悪いところが出てくるから、うんうん、F2、F3 っていうと、うん、いいもんが出る確率が減るのよ。あ、うん、そうなんだ。だからキュウリでもいっぱいになってるやつが次の年になると出る、量が少なかったり病気になりやすかったり、うん、そういう要するにほらメンデルの法則っていうの、うん、優性遺伝ってあるやん、うん、こっちのこっちの A 部分だけ出て悪い方は隠れてるみたいな、で次の代になるとその悪いところが出てくるみたいな、俺の子供みたいなもんね。そういうのはまあそれでも やりたきゃやっても楽しいと思うんやけど、うんうんうん、まああんまりいいのできないよ。そう、うん、であとこういうね、在来種とか固定種、うん、固定種っていうのはもうその遺伝的にこのブレない、固定してしまってるっていう意味で固定種っていうのはね、優劣がない、うん、あんまり悪いのができない、うん、そういうのはまあ種取ってもまあ、わりかしいけるかな。なるほど。うん、で、まあ他にもね、注意する点っていうのがあって、種取る場合ね、これも今さっき言ったけど、交雑って言って、これ油中やん。油中はわりかし交雑しやすいらしくって、うん、まあ、隣にチヂミなどとか植えてるけど、ええの、野生のな、雑草の中に、うん、そのカラシナ的な、うん、そういうのもあるらしくって、うん、それと交雑する可能性があるから、種取る場合はなるべく真ん中の方を取れって言われたけどね。おお、なるほどね。生徒がさ、
あとはあのナスビのな種取ってる人とかな、うん、この辺水出す地帯からがあるけど、やっぱり半径 300m とかでナスビ作ってないような、うん、ナスカを作らないようなハウスの中とかそういうところで取ってるっていう話を聞いたことある ね見たことないけどな、うんうん、あとはねウリ科も結構交雑しやすいって、うん、まあウリ科やったらキュウリとかカボチャとかかな。そうやな、カボチャなんか種いっぱい取れるからな。そうだよ、植えたいなと思うもんな、うん、まあカボチャもね在来種はちょこちょこあるからそういうのは取っても大丈夫かなとは思うけどね、うんうん、まあそんな感じでね、あのナスかウリか交雑するんで、うん、交雑注意ね、注意ね、うん、まあ要はほらこぼれた種から変なナッパ生まれたりしてるやん確かに、うん、そういうのは時々あるけどな。確かにね、うん、まあそんなもんかな注意点はな。あとはさ、あのあれよ、種苗法が変わったからな、うあの自家増殖したらあかんっていう法律があるらしいのよ。うん、まああんまり俺も分かってないけどな。うん、まあその辺はあの農水省のホームページ見てください。はい、ただ基本的にはほらシャインマスカットとかさ、ああいうのが中国に盗まれたりしてるから、そういうのを止める話なんでしょ。うん、で、まあ要するに品種登録してるものを増やしたらあかんよと。品種登録。うん。ただ登録されてないものとか在来種は別にいいよみたいな感じらしいんやけど、うん、これ間違ってたらごめんなさい。はい、うん。ただあの家庭菜園はね、うん、基本的には別にいいみたいよ。あ、いいのね。まあ、昔のあれみたいなもんじゃないの、あの VHS の VHF のあのビデオとか。ダビング？お、そう、こんなカセットとかさ、はいはいはい、ウォークマンで聞いたカセットとか。やったやった、自分でダビングしたもん。ね、うん、あのママやったら MD の世代やけどさ、パパらのから上の人たちはみんなあの、はい、CD もまだ出てなかったかな。あ、そう。うん、あのこんなあのレンタルレコードってこんなでっかいほら。レコード借りて帰ったもん。あの丸いやつ？そう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 。あの針刺すやつ？そうそう。見たことないわ。うん。それとかまあ CD でもさカセットにダビングしてな。うん、したしたした。メタルテープとかあったりしてさ。もう今だあの今のうちの子供とかに見せても何やらわからないもんな。わからないな。うん。まあ缶切りとかあの線抜き状態やな。ああ、はい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 。何すんねんこれみたいな。確かにな。まあそれはさておき、だからあの種苗法がちょっといろいろ。あるみたいだけど、まあ悪意がなければ、まあ、逮捕されへんよ。それは悪意はないよ知らんけどな知らんけど。でねということで、ね、今日はここでね、菜の花はうちで種取ったやつですよっていうことでここで取ってるんですけど、うん、今からですね、モロヘイヤがすごくいい感じに種ができてるので、うん、ちょっと種を取るというか見に行こうかな。はい、もうこれもモロヘイヤもただ単に夏の後片付けせんとほったらかしてたら種がいっぱいできてたって来年勝手にいっぱい出てくるからねいやーね。あ、ちなみにそうよ、モロヘイヤの前にそこちょっと行こうよ。いや、ちなみに、はい、青じそですこれ青じそほったらかしいっぱい落ちてほら種が、はい、音聞こえる、行くで、はい、ほらほらほら来年この辺いっぱい青じそ出てくる。はい、こうやってやると出てけへんな、出てけへんな、パラパラパラって落ちてる、もう落ちてしもてんのかな、カスが落ちてるだけかな。いやいや種落ちてるんや、絶対種あると思うよ、こんなかどっかにあると思うよほら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 、なんか遊んでる種は何、ちょっと待って、2個だけ取れたこれとこれ、おお、これな、うん、まあこれもね、多分ね、青じそもあの在来種というか、うん、だから種は取れると思うんですよ、はい、ただね、青じそはね、うん、そう、この種でちゃんと植えたらどうか知らんけど、落ちた、こぼれた種で芽が出てくるやん、それを取ると香りが薄いような気するな。もっとあの普通の種で植えると香りが濃いような気がするんで、普通の大葉、まあだからあの青じそはまあそんな大して一袋うん百円のもんやから新しく種買った方がいいかなと思いますが、いい、はい、これでも取れますよと。そう、ただ取れるけど美味しくないから。そう、香り全然だったね。うん、なんでやろうねこれね。うん、何年かあの試してみたけどやっぱ美味しくないよね。美味しくないね。うん、新しい方がいいと思う。そうそうそう、思います。はい、はい、なのでまあうちも来年も青じそで100万円売るぞ。イエーイ。はい、次、山行ってモロヘイヤの種行きましょう。はい、山の畑にやってまいりました。はい、これが、そっち、モロヘイヤ。片付けずにほったらかしてると、カラカラ、カラカラになって、種ができました。いい感じやね。ほら。
うん、これな、ほら、いっぱい種入ってるわ、ほら、いやん、ほんまや、すごいな、映った、ほら、うん、ほら、うん、そう、ちょっと手に乗せた、ほら、こんな感じ、おお、すげえな、いいじゃん、うん、すげえいっぱい、もう構わんねえな、種、何やってもうモロヘイヤもほら、なんとか後輩とか書いてなかったから、うん、多分固定種やと思うのよ、うん、うん、しかしすげえな、あの、欲しい方、お譲りします、種ごと、でもこんな種あれやよな、凍った方が早いよな、そうやね、うちで、多分まあちゃんとできると思うけど、うちで取ってる分、あの、信頼度は低いしな、うん、ちゃんとあの種買った方がいいと思います、そうそうそう、売ってな、菜の花は売ってないから頑張って取るけど、うん、売ってるし、そうやな、うん、まだ種も残ってるしな、去年のやつな、これ持って帰ってうちのやつと比べてみようか、残ってる種と買ったやつかな、うん、じゃあそれは後ほどやりますわ、あ、はい、一回家帰ります、はい、で、これ以外になうちで、まあ、種取ってるっていうんじゃないけど、うん、取ったことがある、里芋と自然薯は種芋取ってるよな、芋やけどな、はい、うん、あとはあの何やったっけ、これも種まいたらまたいっぱい出てくるから、そうよ、どうせ雑草生えてくるんだ、あっち巻いとけ。何やったっけ、あの、わけぎ。わけぎ。わけぎは球根取ってるよ。はい。球根取って、また、あの、だから、収穫して、うん、まあ、一個だけ残すか、もしくは、まあ、その何株か残しといて、それを来年また植えると、球根やから、また出るよね。いいね。うん。まあ、あれは種じゃないけどね。そうだね。うん、で、まあ、こんな感じでモロヘイヤがなってて、あとさ、うん、種とかちょっと行きますけど、工場と飛行機ダブルパンチでうるさいんじゃない、そうよ、まあ、ほらこれ水ナス、これも多分種取ろう思ったら取れるで、中おるんかな、うん、あると思うよ、うん、ちょっと待ってよ、ほら、あーほらって言ってほらって、あーほらぐちゃぐちゃ、これちっちゃい種、こっちで見つ、あーそうか、はぜてるやつ、はぜてるやつですか、これ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 、あ、これか、うん、どんなんがいいんか分からへんけどね、まあ、あったあったほら、種種、でもまあ、ナスビなんか種からいったら難しいからな、なあ、うん、接ぎ木もせなあかんやろし、そう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 、まあこんなんは、まあそんなんがあるよっていうだけの話で、まあ、虫がおる、いやーん、しゃ、ちょっと教えた、ということで、はい、じゃ あのお家へ帰って、このモロヘイヤの種売ってたやつと、はい、うちがうちが生産した種と たまたまできた種と、はい、比べてみたいと思います、はい、また移動かよ、そうよ、まあどうせお家帰るしな、うん、今日はあのレタスの種まきせなあかんからな、うん、もう今日畑はもうこれで終わりや、はい、じゃあお家へレッツゴー、帰ってまいりました、はい、お帰りなさい、はい、モロヘイヤの取ってきた種です、うん、で今年まいたモロヘイヤの種です、うん、でさすがモロヘイヤ生産地エジプト、おおね、これモロヘイヤの種ですね、はい、ちなみに石が巻いたモロヘイヤの種はこんなです、うん、ちょっと消毒してから色がねついてるよね、緑色だね、うん、ね、はい、で、うちの取ってきた種です、うん、よいしょ、おお、あ、一緒だね、うん、やっぱり似てるね、似てるとか一緒やね、三角形というか、うん、あれこれ色ついてるのじゃないのか、同じような色やね、一緒のような色だね、ピントが合わない、なんじゃどうや、一緒か、うん、あの、あれや、ピント合えへん、うん、あったと思う、あった、もうペンちょっと、はい、やっぱりね、こっちの方がね、古い種でシュワシュワシュワやわ、はいはい、ちょっとちっちゃいやろ、おばあさん、うん、こっちの方が何ていうの、みずみずしいわ、みずみずしい、うん、難しいね、ピント合わせ、ピント合えへん、なんか合わへん、まあ、後で写真撮っとくわ、あかんかったら写真パシッと見てください、はい、で、まあこんな感じでね、モロヘイヤの種ですね、はい、うちは大量にモロヘイヤの種ができました、イエイ、もうこれこの種はめんどくさいからほかすけどね、うん、そうだねまあそんな感じでございますな、はい、で、まあ種取りはうちはね、これモロヘイヤはほったらかして勝手に乾燥したと、多分これそのうちはじけでしたらバラバラって落ちるんやろけど、うん、もう勝手に乾燥しましたけど、まあ、さっきの、ね、途中で見たあのナスビとか、うん、あとウリ科とかは、うん、実のなってるね、キュウリでも大きく黄色くなって、うん、あの完熟さした状態で、でもほら実はシュワシュワのままや、で水気もあるしさ、でそれを種洗って、
取り出して洗ってで上手に乾燥させないとダメですね。あ、うん、ナスビでもミニトマトでもね、うん、ミニトマトでもあの勝手に落ちて勝手に出てくるけどな。そうやな、うん、勝手に出てくるけどいざ自分でやろうと思ったらなかなかうまくいかなかったりしますね。うん、だから、ポイントとしては種取りのポイントとしては洗ってよく乾燥させるというのね。あと完熟させてからね、うんうん、この辺ですね。これも完熟ですからね。からからですね。これって食べたら死ぬんか死ねへんのか。死ぬんじゃない。死ぬんか。なんか言うやな、モロヘイヤ毒気があるって。毒気があるっちゅうね、うん、あのまあ種にあるん。種にあるんかな。花芽え花芽。花芽にあるんか。うん、そうやな。花芽ついたらあかんよな。そうそうそう、うん、出荷したらあかんもんね。そう、うん、まあまあそれはさておきですよ。まあ、今日はこんな感じで種を、はい、取ってみました、うん、ということでクイズの答えはモロヘイヤでした。おしまいです、はい、それでは皆さんさようなら。